呼吸第37章これによって私の心はおののきそのところから飛びのくしかと聞けその御声の荒れ狂うのをその御口から出る轟きを神はその稲妻を前転の下まっすぐに進ませるそれを地の果て果てまでもその後で雷が鳴り轟く。神はそのいかめしい声で雷鳴をとどろかせ その声の聞こえるときも稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴を轟かせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。神は雪に向かって地に触れと命じ、夕立ちに激しい大雨に命じる。神はすべての人の手を封じ込める。神の作った人間が知るために。獣は巣に潜り、洞穴にうずくまる。 つむじ風は天の室から吹き、寒さは北から来る。神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。神は濃い雲に水気を覆わせ、雲がその稲妻を撒き散らす。これは神の指図によって巡り回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。神がこれを起こさせるのは懲らしめのため、あるいは ご自身の知のため、あるいは恵みを施すためである。これに耳を傾けよ、呼ぶ。神の苦しい見技をじっと考えよ。あなたは知っているか、神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか、完全な知識を持つ方の不思議な身技を。また、 南風で血がだすとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは板鏡のように固い大空を神と共に張り伸ばすことができるのか。神に何と言うべきかを私たちに教えよ。闇のために私たちは言葉を並べることができない。私が語りたいと神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら、 必ず彼は滅ぼされる。今、雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし、風が吹き去るとこれを清める。北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は、力と裁きに優れた方、義に富み、苦しめることをしない。 だから人々は神を恐れなければならない。神は心の小ざかしいものを決して帰り見ない。